皆さん、こんにちは、ひろきです。いただきます。おいしい。おいしいです。風呂上がりのビールは美味しい。迎春館でございます。はい、ということでですね、今日はですね、ヤフー知恵袋からお知恵を拝借ということで、節分と検索してみました。一体どんなものが出てくるんでしょうか。普通のものばっかりでしょうか、それとも何かとんでもないものが出てくるでしょうか。はい、結構ね、普通のもの検索した時に限ってとんでもないのが来たりとか、あと面白くない関係ないのが来たりとかもするんですけど、まあそれがこの知恵袋からお知恵を拝借のいいところですね。はい、まあやってみようかと思います。では早速1本目いってみたいと思います。はい、 ID 非公開さん。彼氏と節分などで巻き寿司作ろうとなりましたが、家で鍋した時も2人で1500円かかりました。自炊で高くないですか。私が払うよと言ったらすぐ受け取られました。食べる量違うし、材料も作ったのに余るのに、巻き寿司作ろうとなれば1500円かかりますかね。あ、かかりますよね。彼氏の家で洗い物私が毎回洗うし、とのことですが、愚痴ですね、これ。愚痴が質問になってますか。巻き寿司作ろうとなれば1500円かかりますよねって、それは具次第ですよ。具、今物価高騰してますからね。はい、昔は1300円ぐらいで済んだものも1500円ぐらいかかってるんじゃないですか。はい、特に季節物となれば物価上がりますよ。はい、まあ1500円ごときでケチってるようじゃもうおしまいだな。はい、次。こんなこと言っていいんですかね。すいませんね。ダメですよ、1500円ぐらいケチっちゃ。はい、次。はい、流木さんです。はい、明日は節分ですが、その気になれば口から火を吹けるであろう元嫁の家に行って、鬼嫁は外と元嫁に思い切り豆をぶつけたら俺は無事に帰れるでしょうかね。何ですかこの質問は。だいたい元嫁の家に行って節分するって仲いいじゃないですか。だったら無事に帰れます。はい、大丈夫だと思います。はい、多分。鬼嫁は外の時に恨み込みって言っちゃダメですよ。冗談っぽく言わないとダメですよ。そこ気をつけましょうね。言い方、何でも言い方です。はい。次。面白いなぁ、ほんと。たまさんからの質問です。
最近節分は豆まきより恵方巻きの方が話題になっている感がしますが、皆さんのご自宅で豆まきは行いますか？子供が小さい頃は幼稚園で鬼の面を作ってきたので楽しくやってました。妻からは思いっきり強く豆を投げつけられて痛かったです。男性の方ですね。夫ですね。お父さんですね。はい。豆まきうちでは行いません。はい。多分。行うとは聞いてないっていう感じですかね。はい。外国人と同棲してた時は豆まきやりましたよ。もう喜んでましたね、彼女は。はい。まあそうですよね。外国のお祭りですからね。はい。喜びますよね。はい。すごい喜んでましたね。喜んで僕の鬼に、豆をぶつけてましたね。はい。最後抱きつかれたんで、いや、鬼に抱きついちゃダメだよ、みたいな感じになっちゃいましたけど。はい。うちでは豆まきを行いません。はい。次。ヤフー地域編集部さんからの質問です。企業公式というマークがついています。へえ。2月3日は節分。さいたま市の皆さん、余った豆の有効利用を教えてください。こんにちは。ヤフー地域編集部スタッフです。節分といえば豆まき。地域によっては落花生をまくところもあるとか。鬼を追い出し、福を招き入れた後、年齢分の豆を食べると良いと聞きますが、そのまま食べる以外の工夫をぜひ教えてくださいとのことですが、僕料理しないんですよね。何があるかな。もう乾いちゃってんですもんね。じゃあ豆乳にもできないですよね。まあ、潰して何かにするっていうのが、で、料理に混ぜ込むっていうのが一番楽な方法だと思うんですけどね。はい。もうちょっと私に言えるのはそのぐらいです。すいません。こんな方からも質問があるんですね。はい、次。あ、またヤフー地域編集部さんから同じ質問です。飛ばします。はい、次、七七さんですね。今日は節分で恵方巻きの日ですけど、仕事が忙しく買えない場合、明日でもまだ売ってますでしょうか？それと、売れ残りがあったとして、土曜日にその方角に向き、黙食するのは意味あるんでしょうか？どうぞよろしくお願いします。次の日でも売ってるんじゃないですか。まだクリスマスケーキと一緒で。はい。あと恵方巻きなんて迷信なんで、宗教なんで、よっぽどあなたが信じるかどうかです、それは。はい。あなたが信じれば、恵方巻きも効くと思います。はい。すいませんね。無宗教なもんで。はい。以上です。次。もっとちょっと長いですね。ID 非公開さん。鬼が怖いと節分の日は保育園を休みたいという娘、
どうしたらいいと思いますか？4歳の娘なのですが、去年の節分の日の鬼がよほど怖かったみたいで、今年はお休みさせてとかなり前から言っています。どうやら去年の鬼役担当の先生がかなり気合を入れて特殊メイクのようなこともされていたのがかなり怖かったようで、食べられちゃうかも、豆なんか投げたくない、行きたくないとここ最近毎日言っています。そこまで怖がっているのを頑張って行ってと言っていいものか、休ませてあげた方がいいのか、仕事もあるのでどうしたらいいのか悩みます。皆さんだったらどうしますか？豆を投げたらやっつけれるよと言ってみたり、鬼さんは人間食べないから大丈夫だよと言ってみたりもしました。鬼さん来ないかもよとも言ってみました。でもお豆投げて怒ってガオーって来るかもしれないじゃん。人間食べるって言ってたもん。鬼さんは二人来るって先生が言ってたもんと涙ながらに訴えてきます。どうしたらいいでしょうか？ここまで怖がってたら休ませた方がいいのかなと思ったりして悩みます。皆さんならどうしますか？行かせるに決まってるでしょう。学校の行事ですよ、大事な。あれです、あれなんでしたっけ。あ、もうボケてる。あれってなんだっけ。あれとかって言い出したらボケの始まりって言いますよね。あれですよ、あの噛みつくやつあるじゃないですか。獅子舞と一緒で、怖いものだけど経験しといた方がいいんですよ。はい、そうやって怖がりを直していくんですよ。休ませちゃいけません、そんなことで、病気でもないのに。はい、鬼やっつけてきなさいぐらい言ってあげなさい。かわいそうな娘さん、鬼トラウマになっちゃった。かわいいね、かわいい、かわいいなって思ってあげたらいいんですよ。そして行かせてあげましょう。はい、次。あ、かわいい話だった。あれ？アクセスが悪いな。ちょっと待ってくださいね。あ、来た。はい、ID 非公開さん。保育園が節分の行事の日に、お仕事はちょうど休みなんですが、せっかくの行事なので、子供は保育園へ行かせます。ダメですか？家庭で見れるので、行事関係なく見た方がいいのでしょうか？行事の日に、お仕事お休みだと保育園どうしたらいいのか分かりません。いや、これは保育園で豆まきの行事あるかもしれないから行ってもらった方がいいと思いますけどね。それに保育料払ってんですから、別にそんなの遠慮することないですよ。はい、行かせましょう。はい、次。これ同じです。また1500円の話が来ました。この人2回投稿してます。よっぽど1500円が根に持ってんだな。はい、次。MAS なんちゃらさん。もうすぐ節分巻き？節分巻きって恵方巻きのことですか？節分巻きですが、巻き何これ、なんて読むの？巻き、巻きつの意味や効果を教えてください。近所ではラップをしてたくさん巻くそうですが、その方がきれいに巻けるのか教えてください。たくさんの具でもうまく巻きたいです。そうですね、これはなんかクッキングサイトとかに行けばたくさん載ってるんじゃないですかね。はい、それでいいと思いますよ。はい、うまい作り方、
ちょっと私には分からないですね。巻いたことがないんで何しろ僕が巻いたら大変なことになっちゃうだろうな。すいませんね、答えられなくて。あ、もう終わりだ。終わりです。あとは広告だけです。こんなもんですね。皆さんどうでしたか。なんか休みたいという娘というのが気になりましたね。こんなことじゃ子供弱くなっちゃいますよ。行かせましょうよ、頑張ってねえ。他にも仕事は休みなんですがって、そういう時こそ自分をリフレッシュしましょう。子供は保育園に行かせてね。保育料払ってんですから、高いでしょ保育料ねえ。もうあと1500円の話は参った。もうケチすぎる。2人ともかな、ケチすぎる。レシート見せ合えばいいじゃないですか。もう以上でございます。節分もいろいろあるんですね。最近は恵方巻きとか出てきましたからね。また大変ですよね、手間がかかってね。けどその手間もね、楽しめてやればいいイベントなんじゃないんですかね。主婦さん同士で交流も深められるかもしれませんよ、地域のものだったらね。はい、そんな感じで皆さん節分を楽しみましょうということで、はい、以上です。あ、一応言っとこうかな、コメントをお待ちしております。あといいねって思うかな、この投稿で。いいねと思ったらいいねください。あとチャンネル登録お待ちしております。はい、それではまた別の配信でお会いいたしましょう。さようなら。